うっす、キッコ皆さん、こんにちは。キッコネ指導員のアライダーです。今日はですね、みんながデジタルでよりいい成果を出せるように、みんなで指導していきたいと思います。ゲームでいい成果を出していくにはどうすればいいか。それはですね、頭に血液を送り込んでいくことです。ずっと座りっぱなしだと、下半身の血がずっとここに止まってしまって、頭にはちょっとの血しか行きません。なので、成績がうまく出せないとかったり、負けたって時に血液が行かないので、クソ!いい結果が出せない!ってこともあるんですね。そうして煮詰まってきたら、ぜひこの動画を見て、あ、体を動かして血を送るんだ!血を頭に送ればいいんだ!っていうのを、思い出してほしいんです。さあ、今日はですね、そんな感じで、全身で運動して、ゲームで結果を出す、をやっていきたいと思います。お尻に、こうやってトントントンってやっていって、ふくらはぎを動かしていく運動をしていきます。こんな感じですね。ポイントはですね、まず、お尻に手を置いていきます。注目ポイント。手の甲をお尻につけて、ぴったりとくっつけます。まあ、手は組み合わさっても、そのままでも構いません。次にですね、この手のひらに、かかとをつけていきます。ぴったりつかなくてもいいです。まあ、後ろに上げていていいです。僕も硬いので、つかないですが。まあ、こんな感じで勢いよく、ペンペンペンってつくように、お願いします。じゃあ、これで10秒間いきましょう。いきます。3、2、1、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK! さあ、ハムストリングス。ここが温まってきました。よーし、パワーがもっこよかった。太ももを動かして、下半身を動かして、頭に血を送っていく運動をやっていきます。それではいきます。やり方こうですね。もう簡単です。足を太もで上げる。ポイントはですね、足を90度までなるべく腰と膝がまっすぐになるように今かかまで上げていきます。中途半端だと後ろにいっちゃったりとか逆にだるくなっちゃうので、はっきり90度までふっ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 と上げます。これはちゃんと足を上げて早くやればやるほどいい運動になります。さあ、緊張迷惑ならないだけ注意してやっていきましょう。じゃあ、これも10秒間いきます。いきます。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK! きました。太ももが温まってきましたね。下半身全体を使って、ここに溜まっているエネルギーを頭に溜めていく運動をしていきます。さあ、やり方は簡単です。ジャンプしてしゃがむ。ジャンプしてしゃがむ。ジャンプしてしゃがむ。これだけです。ポイントはですね、なるべくしゃがんだ時に上半身がまっすぐになること。前に行っちゃうと、あ、そう、こんな感じで、よし、前に転んじゃうので、首が、よいしょ、真下に落ちていくことですね。こうしていくと安定していくので、よいしょ、ジャンプして、うんこ座りですかね。ジャンプして、うんこ座り。こんな感じでやっていきましょう。で、これより今度はですね、10回やっていきます。いきます。3、2、1、はい。1、2、3、4、5、6、7、わかりやすく回っております。9、10、ビクトリーできました。